プジョー205ターボ16。プジョー205ターボ16は、プジョーが世界ラリー選手権に参戦する目的で開発した、ラリーカー。WRC 参戦に必要なホモロゲーションを受けるため、グループ B 規定に則っとって200台のロードカーが製造、販売された。ロードカーの販売価格は29万フラン。当時のレートで800万円前後であった。マーケティング効果を狙って、 1983年に発表された市販大衆車であるプジョー205に外観を似せて設計されたが機械的構造から性能に至るまで全くの別物である。1981年、小ドライバーとしてのキャリアにピリオドを打ったジャントットが新設されたプジョーのモータースポーツ部門であるプジョータルボスポールのスポーティングディレクター就任し、 グループ B での WRC 参戦に向けた車両を開発する M24 ロリプロジェクトから205ターボ16は生まれた。設計主任は後にルマン24時間レースのウィナーとなるプジョー905を設計したほか、トヨタ会1チームでもラツワンを振るったアンドレド・コルタンツエンジニアとして後のパリダカルラリーを制するシトロエン z x グランレード。 現代の WRC において、普及の名マシンとして後世に残るであろう。シトロエン・クサラ WR カー、シトロエン C4WR カーを設計した、ジャン・クラウド・ボカールなど、開発に携わった人々は、その後も一戦で活躍した早々たる顔ぶれである。ジャントッドは WRC にて、アウディクアトロで、目覚ましい実績を上げていた4輪、駆動、4 w d を、 躊躇なく205ターボ16に組み込むことと同時にエンジンをミッドシップ化することを決定した。これは当時のフロントランナーであったフロントエンジン 4WD のアウディクアトロの旋回性能に問題があることを見抜いていたためである。しかし当時のラリーではミッドシップ車こそ複数車種あったものの 4WD 車はアウディクアトロがようやく登場した時期であり。 ミッドシップエンジン 4WD というレイアウトと駆動形式の組み合わせは未知の世界であった。そのため、エンジンやギアボックスなどを、プジョー205のミッドスペースという限られたスペース内においてどこに配置するかというレイアウトの問題のほか、4WD 機構のスペシャルステージにおける耐久性など信頼性が未知数であったことから、この決定は、社内でも大きな議論を呼んだ。 しかし、これらの決定は、後のグループ B のマシンレイアウトの王道となり、彼の計画によって205ターボ16は WRC で大成功を収めるのである。現在でも半ば伝説的な最速のレースカテゴリーとして名高い、グループ B による WRC 最後の2年間は、最も過激で、競技者が圧倒的なパフォーマンスを示したことで有名である。 205ターボ16は、そのグループ B 最速の2年間において、ドライバーズ、マニファクチャラーズの両タイトルを決して譲ることなく、制し続けたグループ B 最強のラリーカーである。ボディ構造は、当初、キャビンとフロントセクションを剣道なモノコック構造とし、後部は交換パイプフレームとモノコック構造とを組み合わせた、高剛性車子としたが、後期のエボリューションにモデルでは、 さらに車重を削るため、後部は完全なパイプフレーム構造となったほか、エアロダイナミクスにも注力され、フロントスポイラーやカナードのほか、巨大なリアウィングが装着されるのが特徴である。ボディカウルに関しては、ロードカーはキャビンのみがスチールであるが、応力のかからないタブイはすべて、FRP となっている。ワークスカーは、モノコックとフレームを除き、内装をはじめ、 ボディ全体がケブラーによって成形されている。サスペンションはストロークを十分に取ったダブルウィッシュボーンサスペンションでコンペティションカーながらフランス車らしく例外的に乗り心地は良好であった。エンジンは当初アルピーヌ A310 で実績のあった PRV の V62.5 リットルユニットを搭載する予定があったが結局 自社の週1.6リットル重鉄ユニットをベースに、ボア X ストロークを拡大し、ターボを可した 1775cc、オールアルミ製の週 8T ユニットを搭載した。これは、大排気量の重い自然吸気エンジンより、コンパクトなエンジンを加及した方が、総合的な車重削減には有利であっためであり、1775cc という排気量も、 下級機係数の1.4をかけても2.5リットルクラス、最低車両重量9 0 0ラムに収まるように、するために設定されたものであった。エンジンは、助手席後部側にオフセットして、横置きに配置され、反対側には、空冷式インタークーラーと、シトトル NSM 用をベースとしたトランスミッションが、置かれた。初期のエボリューション1では、リアのホイールアーチ付近には、 リアクオーターウィンドウから冷却風が導かれるように設計された2機の巨大なオイルクーラーが設置されたが後期のエボリューション2では1個に減らされ代わりにブレーキ冷却用のダクトが設置されて5二輪に配分されたエンジン出力はライバルと比較して控えめで200台の市販車はデチューンされて 200PS という平凡なスペックであったがワークスのエボリューション1では わずか1トンに満たない車重で 350PS、エボリューション2では 450PS を絞り出した。その強力な馬力は、ステージの路面状況によって、ブースト圧の調整を受け、1986年のサンデモラリーの第一ステージでは3バーの下級圧から 540PS を出すに至っている。その強大な出力は、ビスカスカップリング式 4WD システムによって、フロント、 リアイコール35、65の割合で4輪配分された。グループ B による WRC において死亡事故が相次いだため、当時国際的なモータースポーツ競技全般を干渉していた国際自動車スポーツ連盟フィザは1986年シーズンをもってグループ B を消滅さることを発表し、1987年以降は会員グループのグループ A で 選手権が争われることとなった。グループ A での競技車両の持ち駒のない、プジョータルボスポールチームは、グループ B 消滅と同時に、WRC の舞台から去ることになった。ジャントットは、205ターボ16による次なる戦いの場としてパリダカルラリーを選び、1987年により、本格参戦した。パリダカ用にホイールベースを延長するなど、 大幅な改造を施した205ターボ16グランレード 205T16GR を持ち込み、1987年1988年とパリダカを圧勝でに連勝するなど、砂漠でも無敵を誇ったことから、砂漠のライオンと恐れられた。また、1987年には、毎年アメリカ独立記念日に行われるパイクスピーク、 インターナショナルヒルクライムレースにもありタネ年のドライブで参戦したが、当時のコースレコードを樹立したバルターロールが狩るアウディクワトロ S1 の前に僅差で敗れ2位という結果に終わっている。その後、1988年1989年にはパイクス用よりロングホイールベース化した405ターボ 16GR へ移行し、その戦闘力を確認すると、 翌年のパリ高にも投入される。オープンラリークラス。日本では1987年から1990年までエボリューション1がプライベーターにより全日本ダートトライアル選手権に参戦した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。